キリンラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、山本純香原作、週刊マーガレット連載、エースを狙え、脚色田中信、出演矢島正明、高坂誠、中田浩二、池田雅子、その他俳優の皆さんです。今コートでお蝶夫人に手ほどきを受けるヒロミ。やっぱりね、あの子いくらお父さんに勝てたからってお蝶夫人がお相手じゃね。お蝶夫人は何たって超高校級の腕ですもの、問題にならないわよ。うん、お気の毒様、1年生が選手だなんて背伸びするからよ。上級生たちのあざけりが聞こえる。玉のような汗を滴らせて懸命に玉を追うヒロミ。呼吸は乱れ、息遣いが荒いと突然プレーをやめたお蝶夫人。もうよろしいでしょう。では私はこれで。誰にともなく言い置いてコートを出る。後を追おうとするヒロミ。岡、お前はコートを出るな。そこで俺の球を受けろ。こっち。ヒロミめがけてコーチの球が飛ぶ。寸暇も与えず容赦もなく。ぼやぼやするな、サイドが甘い。遅い、もっと走れ。遠巻きに眺める部員たち。宗方コーチ、彼女一人にかかりきりじゃない。どういうことよ、私たち2年生を差し置いて。音羽さんも気の毒だったわね。本当よ、絶対ひいきよね。1年生みんなろくに声もかけてもらったこともないのに。一人だけずるいわよね、いくら選手だからってさ。そうよそうよ、不愉快よ。ぐったりと更衣室に戻ってきたヒロミ。親友のマキが駆け寄る。ヒロミ、大変だったね。いつものお店でおどん食べてか。うん、あら、私たちとご一緒なさるの。どうしてよ、いつも一緒に食べてるじゃない。何かと特別扱いされてる人だから、食べ物も特別かと思っただけよ。どういう意味よそれ。よしなよヒロミ。思わず怒鳴り返すヒロミを押しとどめるマキ。特別扱いだなんて、みんな私がひいきされてるとでも思ってるんだろうか。冗談じゃない。望みもしないのに戦士にされて、それが原因で朝から晩までゴタゴタして、おまけに私一人厳しい特訓させられて、私一人。だが宗方コーチの特訓は続く。バックが弱い。最初からバックの強い者はいない。練習で上達するだけだ。お前のは練習不足だ。コートに座り込むヒロミ。なぜ私だけがこんな目に。痛い、体中が痛い。立て、コートで休むな。そんなことが試合中許されるか。試合なんか出たくない、私は試合なんか出たくない。叫ぶヒロミの背中にコーチの球が飛ぶ。立て、立って球を受けろ。いやー。
この様子を眺めているのが男子テニス部の両友東堂、そして尾崎。やってますな、宗像さん。かわいそうに全身あざだらけだな。どこまで伸びるか。いや、その前にどこまで続くか。心配げに見守る青年二人である。特訓を終えたヒロミは部室へ戻る。よろけるように部室へ足を踏み入れたヒロミ。その足に雑巾を入れたバケツがぶち当たる。そうだ、お掃除当番だったんだ。私の分半分残ってる。外には夕闇が迫っていた。人気のない冷たい部室の床を一人ゴシゴシと磨くヒロミ。その頬に一筋の涙が光っている。こんなことなら、こんなことなら音羽さんに勝つんじゃなかった。東堂さんのラケットなんか借りるんじゃなかった。テニスなんか、テニスなんか、やだやだやだ、何もかも本当にやだ。お嬢夫人に憧れて入部したのに。床に突っ伏して泣くヒロミだが、その時ヒロミの背後に近づいてくる人影が。イメージトリップ、グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと、渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。本日はアマゾンのワニの昼寝のいびきを聞きに出かけてきちゃった。これワニの大いびき。本当かな。キリンレモンを飲むとこんな愉快な音が聞こえちゃうようよ。あ、でもね、ワニの中には10メートルもあるのがいるんですってよ。だから人間もかなワニ。光のシャワーを浴びながら、ワッとキリン、キリンレモン。エースを狙え、タッグ付きキーホルダーを100名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場、エースを狙えの係までおはがきをお寄せください。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。